続いて先週10曲が収録された「THEBOOK3」をリリースした YOASOBI にインタビュー。楽曲作りの苦悩を明かしました。この「THEBOOK3」はこれまでの約1年半ぐらいの間の最新の YOASOBI を詰め込んだ一冊の CD になっております。全部好きです。ストリーミングサービスでの楽曲再生回数は60億回以上。今年は海外のフェスにも出演するなど、ますます勢いに乗る YOASOBI がヒット曲満載の「THEBOOK3」をリリース。リード曲が「勇者」という曲ですけれども、はい、新たに一歩踏み出したそこで歩んでいくその足音が聞こえるようなかっこいい曲になってるんじゃないかなと思います。また収録曲には社会現象にもなった「アイドル」も。この曲はビルボードグローバルチャートで日本語の楽曲として初の1位を獲得する快挙を果たしました。いやー、すごいところまでアイドルは行ったなっていうのがもう正直な感想で、驚きと J-POP アーティストとしての誇りもすごく持ちましたし、僕に関してはじゃあ次はまたこれを超える楽曲を作んなきゃいけないねっていうので、こうすごい複雑な喜びでした。あれを歌いこなすっていうのはフィジカルで普通にすごいなと思います。すごいですよね。結構マジで曲作った時は本当にこれちゃんと人間が歌えるのかは結構際どいなと思って。ライブの時はもうアスリートだと思って一生懸命取り組んでおります。